皆様こんばんは。皆様のお腹の恋人あやはねまやのクッキングゴーゴーレッツゴークッキングのお時間です。ゴーゴーレッツゴークッキングということで、今日は豚汁を作りたいと思います。わーい。皆さんが想像する豚汁って、玉ねぎが入ってて、人参、じゃがいもとか入ってて、豚肉とかいろんな食材が入ってるのが多いと思うんですが、今回はすごく手軽に玉ねぎと豚肉だけであっという間に作れて、しかも絶品の豚汁を作りたいと思います。これはなんかのテレビで昔作り方を見て、でそこからもうこの作り方でしか私は豚汁を作ってないので、もうすごくおすすめなので、皆さんもぜひこの方法で豚汁を作ってみてほしいです。では早速いきましょう。まず最初に用意するのはもちろん豚肉。ドーン。これはね、業務用の食材が売ってるスーパーが近くにあるんですけど、豚肉最近高いって言われてるじゃないですか。でもね、豚バラスライスがなんと 1104g で1324円。めっちゃ重たいです。 1kg 入ってます。すごいですね。そして玉ねぎ、じゃん。淡路島産の玉ねぎ。淡路島産なのにこれワンネットで300円。めっちゃ安い。いいですね。で、わらび餅。これ使いません。わらび餅使いません。45円。安い。ちょっと安かったから買っちゃいました。用意するのはこの2つだけです。さあ作っていきましょう。まずは玉ねぎ3つ使います。3つを剥いて切っていきます。おーじゃん。お前はもう死んでいる。切れました。次、豚肉。豚肉はそうですね、豚肉はたっぷり使いましょう。どんぐらいだろう。だいたい300g ぐらいですかね。これでどうだろう。切ります。どうやって切ろう。全部切っちゃいます。まとめて。はいはい、こんな感じで豚肉 300g ぐらいをまとめて切りました。これで食材の準備は完了です。ではここからお鍋に火を灯します。火をつけて熱します。で、少量だけ油を引きます。もう豚肉からいっぱい油が出てくるので、ほんのちょっとでいいと思います。熱したお鍋に油を引いて、温かくなったら豚肉炒めます。大体このように炒め上がったら一度火を止めます。ちょっとな。ここに
だし汁、だいたい500ミリぐらいですかね、今用意しているのは。だし汁を入れていきます。このように豚肉がだいたいすべてひたひたになるぐらいまで入れて、もう一度火をつけます。そして一旦火を止めます。で、ここからがポイントです。先にお味噌で味付けをしてしまいます。よいしょ。そしてここから玉ねぎの登場です。よいしょ。あ、いっぱいこぼしちゃった。じゃーん。このようにもうお鍋中玉ねぎになりました。しっかりと詰めます、3つ分の玉ねぎを。そして蓋を閉めます。えい。で、もう一度火にかけます。ここからは弱火から中火です。これでしばらく待ちます。何しようかな。まだかな、まだかな。まだかな。弱火でコトコト煮込んで15分が経過しました。では早速中を見てみましょう。じゃーん。玉ねぎの水分がかなり出てこうスープ状になりましたよね。これを一度ぐるっとかき混ぜます。お肉と玉ねぎがしっかりと混ざるようにかき混ぜます。はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じでしょうか。これで豚汁の完成でーす。わーい。具沢山。美味しそう。では早速いただきたいと思います。いただきます。じゃーん、じゃーん。いい匂い。いただきます。すごいですよ、この具沢山の感じが。もうね、どこを掴んでもお肉と玉ねぎ。熱そう。あっち、あっち、豚汁は豚バラ肉がいいですね。柔らかいし、脂がいい感じにこう出て、あっち、おいしい。このスープの味、ぜひ皆さんに味わってもらいたい。半分以上が玉ねぎの水分なんで、すっすごい甘いです。熱い。熱いけど美味しい。
すっごく美味しいです。もうこれはお味噌汁じゃなくて、もうなんていうんだろう、おかずの感覚でいただけるので、もうこれとあと副菜一つぐらいあったらもうしっかりとご飯になると思います。でもあの若い男性の方とかももりもり食べる、お肉食べたい肉食の方とかすっごいおすすめだし、簡単なので、何よりも玉ねぎ切ってお肉切るだけですぐできちゃうので、本当にあの手軽に皆さんに作っていただきたいと思います。ということで、あやはねまやのイケイケゴーゴーレッツゴーレッツゴークッキング、イケイケレッツゴークッキングということで、あやはねまやのレッツゴーゴーゴークッキングだったかな。本日は豚汁をお送りいたしました。また次回お楽しみください。お相手は皆様のお腹の恋人、あやはねまやでした。さようなら。